見て選挙の案内が届いたんだ。そうなんだ。私選挙ってよく分かってないんだけど、選挙は僕たちの意見を政治に反映させるために、自分たちの代表を選ぶ仕組みのことだよ。へえでも投票して何がどう変わるの？誰がいいとかよくわからないし、なんか？ 面倒くさそう。面倒くさいってあれ？なんか光ってる？一体何なんだ？あれここどこ？私は未来ある若い人たちのために。あれって未来の海くん <noise>？え？えあれあの新聞？ 若者の救世主登場若者の賃金アップに期待若い方たちの投票で若者の意見を反映させた明るい未来を作ることができますすごいうみくんが私たち若者の代表僕もびっくりだよ。私たちが投票することで私たち若い世代に向けた施策が実現しやすくなるんだね。 そうだね、施策は実現するまでに時間もかかるから自分たちの未来のために今からちゃんと投票に行った方がいいってことだね教室だ、戻ってきたのか夢じゃないよねもしかして今のは未来からのメッセージだったのかな私たちが選挙に行けば日本や私たちの町の未来を明るくできるってことだね そうだね。今度の選挙、一緒に行こう。うん。私たちの未来のために。4月23日日曜日、日立市長選挙、日立市議会議員一般選挙が行われます。当日行けない人は、期日前投票も活用しよう。選挙の詳しい内容は、概要欄をチェックしてね。